はいどうも、パチオです、えー。昨日の動画のコメント欄がね、なんか、えー、勝手に非表示になったりするっていうことが複数回続いて、えー、コメントできなかった人もいたみたいなんですね。僕もね、あの昨日の動画を上げてから15分20分しないぐらいで、えー、一番最初に非表示になったんですね。あのー、で、僕それ見て、 あのー、まあ、動画をね、のコメント欄を公開にし直したんですけど、で、朝になって、なんかまた非公開になってたらしくて、で、それを僕がまた公開に直すっていうことがあったんですね。まあ、ちょっとなんでか分かんないですけど、あのー、理由がなんかあるのかもしれないし、ないのかもしれない。 まあちょっとね、あの、霜の話になってたりしたんで、その前の動画とかね。あのー、そういうことが原因かもしれないんで、まあね、あのー、詳しい話がわかるなら、までは静観かなっていう感じなんですけどね。<laughs> まあ、なんともないなら、なんともないでいいけど。今日は結構雨が降ってたんだけど、今はすっかり晴れてるな。<laughs> あのー、 まあ台風ね、あのー、まあ、遠いですけどね、影響はあるみたいで、まあ、きはね、降ったりやんだり、なんか途中、土砂降りになったりっていう時もあったんですけどね、まあ、カンカンでいるよりはマシかな、みたいな、えー、そんな感じの天気でした。えー、今日の話題なんですけどね、えー、肩書きについてですね、あまりやりすぎると肩書きって、 あのどうなんだろうっていうことを思っちゃうんですね。あのー、僕がね、なんでそれを思ったかっていうとね、あのー、格闘技イベントであのブレイキングダウンっていうやつあるでしょ、あのー、その辺のヤンキーをねあの集めてきて1分間戦わせるっていうあの格闘技大会です。あのー、朝倉みくるが 主催っていう形なのかなえー、なんですけどね。でそれにね、あのー、喧嘩0 0戦無敗の、えー、所沢のタイソンと言われてる人が参戦するっていう形になったんですね。で、その人が、なんか、あのー、 まあ、いつものいざこざですよ。あの、いつもね、その、マッチング決まる、決めるときになんかいざこざを起こして目立ったらマッチングが決まるみたいなシステムにあれなってるのかな。あれ、僕はね、あの、はっきキ言って一度も見てないし、あの、興味もないんであれなんですけど、Yahoo ニュースとかでよく見るんですよ。で、それに対し、で、 その所沢のタイソンさんも、あの実はその、某,某あの格闘家さんの,あの射程だったっていう話がね、<laughs> あ,のあったりとかで、あのまあそれ、そういうのもあるんだけど、で3000戦無敗ってさあの、結構むちゃくちゃなこと言ってるじゃないですか。 あの、僕からすると、その三千戦ってどうやってやるのっていう、一日一喧嘩じゃね、十年近くかかっちゃうわけよ。で、毎日毎日喧嘩するのって結構難しくないっていうことをね、いろいろ考えちゃうんです。でも、よう考えたら、喧嘩って僕も千戦ぐらいはやったことあるなと思って <laughs>。実はね、 実は僕、ものすごい喧嘩っ早いんで、あのー、毎日毎日殴り合いの喧嘩してたんですね。あのー、だからね、喧嘩、よう考えたら、俺も先戦ぐらいはやってるよなって。あ、でも僕の場合ね、あのー、無敗じゃないっす。むしろ負け越してます。<laughs> 勝率3割ぐらいじゃないですかね。実はね、僕、幼馴染のね、ことね、すごい喧嘩してたんですよ。 基本的には僕が遊んでるところにその幼馴染みがちょっかいかけてきてそれで喧嘩になるっていうパターンでえっとね幼稚園入る前からの関係ですねだから3歳とかねその外で親、親なしで遊ぶようになったぐらいからもう毎日喧嘩してたすもうどうだろうその頃から毎日毎日もう毎日のように喧嘩して どうだろう小学校の2年生ぐらいまでかな小学校入ったぐらいではもうまだ毎日喧嘩してたから。<laughs> で、そうするとね、そこまで毎日喧嘩してると先々ぐらいは喧嘩してることになりませんで、基本的にか、その、幼馴染みのね、この方が体格大きかったし、んで、僕もそんな力ないんで、 あのー、負けてたんだけど、たまに、その、殴ったらカウンターヒットしたとか、なんか溝に入って相手が動かなくなったとか、あの、そういうのはね、もうそれで、そこで喧嘩が終わるんだで、僕の KO 勝ちということで、あの、一応僕の勝ちカウントしてるんですけど、それで、まあ僕、勝率3割ぐらいかなっていう感じですね。基本的にね、それ以降もね、あのー、 学校のクラスが変わるたんびに、なんかクラスのこと、年1一ぐらいのペースで喧嘩してたんですけど、基本僕って負けるんす。あの、そういうたまに喧嘩するっていうやつ。まあなんでかって言いや簡単ですよね。自分より強い相手としか喧嘩しないから。だって自分より弱い相手には喧嘩にならないし。で、それってただのいじめですから。 <laughs> あのー、で、基本的に自分より、だから僕のその幼馴染も僕より10センチぐらい背が高くて、15キロぐらい体重があって、<laughs> っていう感じの、まあ、まあ、ガタイがどう考えても僕より上の人間なんですよ。で、まあ、そういう人間と喧嘩してたから、まあ、基本負けるっていう、あの、そういう基本負けスタイルで、まあ、時々ね、運よく勝つみたいなそういうスタイルだったんです。 で、それを考えると、三0戦無敗って、え、どういう風なのっていう、あの、どういう形で喧嘩してたの自分より弱い相手を、あのー、なんか呼び出してぶん殴って回ってたから三0戦無敗なのか、なんかその、 ね、集団でいて、おい、ゴラーみたいな感じで声かけてるんだけど、相手が逃げてくから、それも勝ちカウントしてるとか、あの、なんかそういう感じじゃないとなかなか三0戦できないよなっていう、その喧嘩っていう、その喧嘩のカウントの仕方っていうのに、ものすごい俺は疑義を訴えたいですね。まあ、ね、そういうこと言ったって、その関東の方で三0戦無敗って言ったって、愛知県には響いてこないんですよね。 まあ、世代的にどうなんだろう近いのかな僕45歳だと。あの、その人がいくつぐらいなのか僕はよく知らないんだけど。で、まあね、あの、世代が変わったり、その、 ね、地方が変わったりすると、そういう武勇伝とかって全く通用しないわけじゃないですか。まあ、例えば僕の場合、愛知県のね、あのー、で育ってるわけで、あの、路上の伝説さんこと、朝倉みくるさんが同じ愛知県なんですけど、え、彼の噂聞いたことないんです。まあ、それはと、そうですよね。僕、あの、住んでる町が、えー、彼はね、育ってんのが、 えー、愛知県の東の端っこの豊橋市で、僕は、あのー、西の北の端っこに近い江南市の人間で、しかも世代的に15歳ぐらい違うんですよね。まあ、そんな知るわけないじゃないですか。いくらそっち、ね、豊橋の方で武勇伝があったとしたって、まあ僕はね、その一番近づいたとして名古屋なわけですよ。まあ、もう、もう15年前ぐらいには、まだまあ、ま,だまだ15年前だとまだかな。えー、 12、3年前には、えー、名古屋に、えー、来てるっていう状態で。まあ、港南で知らなかったし、市宮でも知らなかったけど、名古屋で知ることができるかって、やっぱり知らないんですよね。あ <laughs> の <laughs>、えー、えということでね、あの、そういう、なんか、肩書きって、あの、あんまり深しすぎると、なんか逆に弱く見えるし、あのー、本当かよ、みたいな。 あら昔、あの、400戦無敗のヒクソングレイシーって言ったじゃないですか。ヒクソングレイシーが、その400戦無敗っていうのは、うん、まあ、そうなのかもしれない。実際彼は強かったですけど、でもそれプロの公式戦なのっていう話になると疑義がいろいろあるわけじゃないですか。あの、例えばその吉田沙織さんがね、あの、レスリングでの無敗記録とかいうやつがいろいろあったわけで、あのー、 で何年間無敗とかいうのは、もうそれ公式戦での無敗記録だったわけで。まあ、だけど、そういう人たちの言う無敗ってのは、あのー、公式戦っていうわけではないじゃないですか。<laughs> あのー、そういうこともあって。うん。あのー、だからね、あのー、あんまり、その、世間に通用しない肩書きの風呂敷を広げすぎるとね、あのー、 すんげえね、現実的に情けないことになるから、あのー、そういうのは休めに行っといた方がいいんじゃねえかなっていうふうに僕は思いますね。例えばね、あのー、僕のパンチでそこの壁が崩せるとか、あのー、そういうことを言ったって、まあまあ、この、このヒョロパンチじゃ <laughs> ダメなんですよ。 まあ、そのね、パンチングマシンでバーンってやったら、その、計測不能になるとかね。<laughs> かあの、カンストするとかねあ。そういうことも言っちゃダメだと思いますうん。んまあ、そ、そうなんなもんね、あのー、バレるから。<laughs> まあ、そ,そのね、あのー、三千戦無敗の人もね、あの、なんか、ね、ちょろっといざこざになって、あのー、殴られたかなんかして、 フラフそんなのってそれか三千戦無敗でそれか」っていうふうにはやっぱなんかネットでは言われてたみたいでまあそういうふうにねあの肩書きでかくしないと注目浴びれ,浴びれないのかなっていうのとその、ね、素人が出る大会だからやっぱそのね1分間で全力であの殴り合うっていう。 あれだから、ねあのーまあ、それこそさそのちゃんと格闘技やってる人だったら間合いとかもあるからさなかなか1分間で倒せないんだろうけどまあそういう人たちっていうのはあのー、1分なら全力出せるだろっていうあれなんでまあ超接近戦でやれるのかやれないのかまあ実際俺見てないからねあのー。 見てて、本当に強い人とかもいるのかもしれないけど、うん。なんかね、あのー、だから僕、今回の人も、結果だけすげえ楽しみにしてるんです。まあね、あのー、派手な肩書きで、口だけってなって、ね、笑いのになるのか、おやっぱ強えじゃんってなるのか、本当楽しみにしてます。えー、ということでね、まあ、ちょっとね、 あの肩書きというか風呂敷を広げすぎるとね大変なことになるよっていうそういう話でしたはい終わりにします以上パチョでした